ロマーリオ、ロマーリオジソーザファリア、1966年1月29日帯は、ブラジルリオデジャネイロ出身の元サッカー選手。政治家。ポジションはフォワード。1980年代後半から1990年代を代表するストライカーの一人。なお、日本では一般的にロマーリオと多く表記されるが、彼の母語である、ブラジルポルトガル語では、 冒頭のロは、ほと読む場合も多い、地域、年齢などで異なる。そのため、現地リオの発音に従って、ホマーリオなどと表記される場合もある。現在は、ブラジル上院議員を務める。長男は、サッカー選手で、日本のツエーゲン金沢でもプレー経験のあるロマリーニョ、ブラジル内外のクラブを渡り歩き、 スペイン FC バルセロナ在籍時の1993の94シーズンは出場33試合で30ゴールという決定力を発揮して得点王を獲得しクラブをリーグ優勝に導いたそのプレイブリから相手クラブの監督からはアニメの世界の住人だと評されたとりわけハットトリックを達成した1994年1月の タイレアルマドリード戦でった先制ゴールは牛の尻尾と呼ばれている。2000年にはクラブ世界選手権を皮切りに5つの大会で得点王となり、ブラジルサッカー界の混乱が生み出した過密日程もあり、代表戦を含めて公式戦73試合で72ゴールという成績を残した。2004年にフルミネンセーフ C を解雇されたが、 その後に自らがデビューした CR バスコダガマに移籍。2005年ブラジル全国選手権セリエ A で22得点を決め、得点王に輝いた。2005年末までの現役続行の予定だったが、米国海リーグのマイアミ FC に移籍し、現役を続けることになった。マイアミでは19得点を挙げ、リーグの得点王になる活躍を見せた。その後、 オーストラリア A リーグのアデレードユナイテッド FC にリーグ戦4試合限定のゲストプレイヤーとして移籍するとが決定。全所属のマイアミ FC との親善試合なども契約に含まれている。2007年から再び古巣のバスコダガマに復帰。1年間のうちに3度移籍をしてはいけないという FIFA の規定によって FIFA 側はその移籍を正式には認めていなかったが、バスコダガマは アデレードユナイテッド在籍は正体であり遺跡ではないという主張を掲げチームに帯同させ試合にも出場させている。ちなみにその復帰初戦では10分間でハットトリックを達成している。なお、ロマーリオはペレに次ぐ世界二人目アルツールフリーデンライヒを含めれば三人目の1000ゴールをマークしている。1000ゴール目は2007年5月20日の全国リーグ。 スポルチレシフェ戦でのペナルティーキック。1000ゴール達成で引退するのではという噂もあったが、その後もプレーを続けて、さらにゴールを重ねた。これまで幾度となく引退をほのめかしそのたびに発言を撤回しプレー、し続けてきたが、2008年4月、プロキャリアでの911ゴールを収録したオフィシャル DVD の発売記念会見の場で、これは公式のナウンスである。 私はもうプレーしないと、これまでの引退宣言とは一線を隠し正式に引退する意思があることを表明した。自身がプレーしたバスコ・ダガマ、フルミネンセ、フラメンゴによるサンクラブ共催の試合がエスタジオ・ド・マラカナンで予定されており、この試合で現役を引退することが伝えられた。しかし、2009年11月にはリオデジャネイロ州選手権二部のアメリカ FC で、 試合に出場した。1987年5月23日のアイルランド戦で代表デビューを飾ると、レギュラーの座をつかみ、1988年にオリンピックブラジル代表としてソウルオリンピック準優勝、1989年にはコパアメリカ優勝に貢献した。しかし1990年のワールドカップイタリア大会で別れか、 ミューレルラのライバルにポジションを奪われ、一時リーグ最終戦のスコットランド戦、一試合出場に終わった。1994年のワールドカップアメリカ大会では5得点を挙げてブラジルの4度目の優勝に貢献。同大会の MVP と同年の FIFA 最優秀選手に選出された。1998年のワールドカップフランス大会は、 直前の怪我のために出場が叶わず、ブラジル代表は決勝でエースロナウドの不調が響き、フランスにゼロの3で敗れ準優勝に終わった。2002年の日韓共催ワールドカップでは、南米予選の後半で低迷するチームを救う、救世主となりも本大会のメンバー選考で、ルイス・フェリペス・コラーリ監督の構想から外れた。2004年、 ブラジル代表からの引退を表明。ホルヘカンポスと合同で代表引退試合を行った。2005年、前年すでに代表引退試合を行っているにも、かかわらず、一試合限りで代表に復帰した。試合前の宣言通り、優秀の美となるゴールを決めて代表から引退した。2010年10月、ブラジル下院議員選挙にリオデジャネイロ州選挙区から立候補し、 14万6000票の得票で当選を果たした。2014年10月、ブラジル上院議員選挙に当選、同月からはアメリカ FC の会長に就任した。ロマーリオは2007年5月20日のスポルチ・レシフェ戦で、自称、1000ゴールを記録している。これについて、自己申告による1000ゴールと報道される場合もあったが、これは正しくなく、 ロマーリオが公認する1000ゴールは全て試合日と対戦相手が判明している。1000ゴールの内訳は、ユース水下の選手として77ゴール、プロの選手として923ゴールとなっている。しかし、ロマーリオ自身は通算ゴールに入れていないが、確認されているゴールもあり、レック、スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーションによると、ロマーリオがプロとして記録した。 ゴール数は968である。従って、確認されているもののロマーリオ自身が数えなかったゴールを加えれば、ロマーリオのゴール数は増え、1000ゴールをもっと早く記録していたことになる。なお、これらのゴール数には、親善試合や公式戦以外の試合で記録したものも含まれているが、これはペレを、はじめ1000ゴール以上を記録している選手に共通していることである。 公式戦でのゴール数に限ればロマーリオアペレを超えており確認できる選手としては史上最多である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。